ちちちちちち。皆さんこんにちは、坂倉さくらです。はい、始まりました。たった5分で100倍楽しめちゃう坂倉さくらが語るラブライブスーパースター。今回はね、ラッキーセブン第7話ということで、ちょっとテンション上げて話していきたいなと思います。レッツスーパースタート。7、こっち。夏休みが終わり、結ヶ丘女子高等学校の新学期がスタートした4人のメンバーたち、ついにね、ちーちゃんも加わって4人になりました。学校では生徒会の発足に伴い、生徒会長選挙が行われることになります。そして見事当選したのは、なんとあのスクールアイドルを嫌う葉月恋ちゃんです。恋ちゃんは学校のためにはスクールアイドルはない方がいいと言って、さらに学園祭も音楽科の生徒をメインに行うと発言してしまいます。なので結構このね、学校の生徒からのヘイトを買うような状態になってしまいます。ちなみにですね、あのこちら生徒会長選挙、すみれちゃんも立候補しました。なんですが敗北してしまいまして、あのなんかたこ焼きをね、みんなに配るとか、みんなで協力していたんですが、見事にこう敗北してしまって、れんちゃんが選ばれます。すみれちゃんに怒られちゃいそう。ということで、実際に私が選んだ3つのポイントを紹介していこうと思います。ではまず1個目はこちら、れんちゃんの背伸びです。私ね、あの7話を見返していたらちょっと気づいちゃったことがありまして、カノンちゃんをね、警戒するようなレンちゃんの心の動きが現れるような細かいちょっとした描写を見つけたので、ぜひご覧ください。次ですね。あなたはちょっといいかな。この2つを見てください。そしてレンちゃんが撮ったのは、はい、ということでですね、皆さん気づきましたでしょうか。なんとね、あのカノンちゃんはアップルティーとイチゴミルクを持って現れたんですけれども、レンちゃんが選んだのはこちら、アップルティーをレンちゃん選びました。実はですね、こうレンちゃんはイチゴが大好きなんですね。なので心を許していたら、あのイチゴミルクを選んだと思うんですが、かのんちゃんをね、この時はまだ警戒していたと思うので、こうちょっと背伸びをしてアップルティーを選んだんではないかなっていうふうに思いました。でもどうですか、皆さんも実際こういう経験ありませんか？私も結構最初は結構こう猫をかぶっちゃうので、コーヒーとかに、いやブラックでとか言っちゃうんですけど、本当はお砂糖もミルクも入れて甘々にして飲みたいです。そんなことはどうでもよくて、はい、2つ目のポイントに行きたいと思います。2つ目のポイントは、物語の根幹を担う超重要人物。スクールアイドルを嫌うレンちゃんのことをもっとよく知るために、カノンちゃんたちはレンちゃんを尾行しました。そしてそのままなんと家に上がってしまうんですね。そこで今後のストーリーに大きく関わる超重要人物が登場します。そちらをご覧ください。豪邸ですね、レンちゃんち。なんなの、ここは。こんな大きい家なのに誰もいないなんてちょっと変だよね。レンちゃんが飼っているワンちゃんに追いかけられて、みんなヘトヘトになってます。何かを見つけました。これ、あれ、あれ、これはもしかして。ということで、このアルバムに登場していた人物がとっても重要になってきます。皆さんどこかで見覚えはありませんか？キラ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 ー。はい、レンちゃんに似ていると思いませんか？しかもね、隣にいるこの人物が実は結ヶ丘女子高等学校の理事長先生なんですね。この2人につきましては次回の8話で明かされてきますので、楽しみに待っていてください。
続いて私が選んだのは坂倉さくらのおすすめ名台詞。今回はれんちゃんの抱える秘密が明らかになった言葉をピックアップしました。どうぞ。あの頃はお父様がいて、お母様も元気で、みんな仲が良くて、家の中はいつも賑やかで。お嬢様、悲観しているのではありませんよ。私にはまだお母様が残してくれた結ヶ丘がありますから。チビ？誰？え？あなたたち。これくすぐったいって。チビ、カム。セット。ステイ。聞いていたのですか？一人ってどういうこと？お金がないって。そのままの意味です。この家に残っているのは私一人。お金もありません。このままでは学校を運営していくことも。え？母が残した学校を続けるためには、私が頑張るしかないのです。葉月さん、強い言葉ですね。ということで今回紹介したいセリフは、母が残した学校を続けるためには私が頑張るしかないのです。やっぱりこうスクールアイドルに対して反対的な意見であったりとか、こうちょっと強気な姿勢を見せる子って、絶対過去に何かあったりとか何かを抱えている子なんだろうなっていうのは、こう私も当時ね見ながら思っていたんですけれども、まさかねここまでの事情をれんちゃん抱えていたとは私も想像していなかったので、いやもう高校1年生が抱える悩みの量じゃないぞと。今後ねれんちゃんの性格とか家庭環境は2期にも関係してきますし、スクールアイドルをね嫌う理由についても多分今後明かされると思うので、楽しみに待っていただけたらと思います。今回私が紹介したかったポイントはれんちゃんの背伸び、そして2個目が物語の根幹を担う超重要人物、そして3個目がおすすめの名台詞でした。ということでれんちゃんについて今後もどんどん明かされていくと思いますので、第8話も欠かさずチェックしてください。では次回また会いましょう。バイバーイ。